どうも、親と沢です。入江健です。今回は2023年12月1日に都の城市に新規オープンしたつけ麺のお店、麺屋紀進さんをご紹介します。濃厚魚介豚骨つけ麺とシコシコ食感の極上麺がめちゃくちゃうまい一杯です。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。現在広告主を募集中です。気になる方はお問い合わせ、入江健の各 SNS の DM でお願いします。入江健ラーメンズクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など、何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。入江です。いつもありがとうございます。今回は前回の、都城鳥居ラーメンさんからの下りで、今ですね、都城市の12月1日にオープンしたばかりの、麺屋紀進さんに向かっております。県道が何号線かな、ちょっとわかんないですけども、大王って書いてたな、さっきの交差点。はい、であとですね、2分程度でお店の方に着くみたいです。距離的に 800m かな。ちょっとですね、約束の時間より10分ほど遅れておりますが、申し訳ないなって思いながら向かっております。そうですね、濃厚、魚介、つけ麺のお店ということで、ね、楽しみですね。オーナーさんも柔道部出身ということで、まあ、柔道の話でね、前回お会いした時は話が盛り上がりましたけども、さあ、今日はですね、開店日早々ということで、本当に楽しみです。さあ、どんなラーメンであるかね、楽しみにしながら気をつけて行ってきます。はい、ということで今ですね、大戸川、菱田橋を渡りまして、このですね、ちょうどエネオスの看板が見えてますよね。このちょっと先の方ですよね。そうですね、あ、ここでした。行き過ぎよった、危ない危ない。さあ、到着です。都城志布志道路横一インターから車で5分くらいのところにあります都城市志比田町、麺屋紀進さんにお邪魔します。さあ、ということで、到着しましたので、入ってみようと思います。よし、じゃあ入れない、お願いします。はい、こちらが麺屋紀進さんの発見機になります。開店当日はまだまだ準備されてないメニューもありますので、このようなソールドアウトとなっていますが、現在では随分メニューが揃っているそうです。今回この中から濃厚魚介豚骨つけ麺デラックス全部のせを特盛りで、無料の追い飯に追加で炙りチーズと海苔トッピングをオーダーしました。麺屋紀進さんはいろいろと味変も楽しめそうです。卓上にこのような調味料もありました。調味料を見ながらどうやって食べようか楽しみながら待っていると、はい、尺丼です。デラックスですね、はい、全部のせです。めっちゃ麺がある麺が、はい、ございます。
いただきます。麺屋キシンさんではつけ麺のスマートなおすすめの食べ方が掲示されています。これを参考に自分なりに食べていこうと思います。さあいただきますということで、まずは麺をそのままいただきます。リフトアップしてできた麺は製麺屋ケイシ特注全粒粉入り極太ストレート平打ち麺。この麺超うま。表面は粘りがあり全粒粉が目視できます。しっかりとしたコシと噛み切れないほどの食感。全粒粉は控えめな香ばしさだけど、このぐらいがちょうどいい感じ。今度はこの藻塩をぶっかけていきます。この藻塩だけの麺をすすってみると、これもかなりうまい。藻塩により麺の甘み、旨味が表面に引き出されてきています。めちゃくちゃうまい。さあ次はこの上に乗った魚粉をスープにしっかり浸していきます。今度は麺をスープに浸してくらっていくと、すげえうまい。濃厚だけど後味すっきりしつつ後を引くうまさ。スープのベースは豚骨は背骨と原骨、そして福祉合わせた魚介はいりこ、アジ、ソーダカツオの乾物を使用。魚介の香ばしさと旨味がありしつこくなく食べやすい。濃厚な豚骨スープが麺にしっかり絡み合います。次はトッピングのネギを入れて楽しんでいきましょう。これもまたうまい。麺にしっかりネギが絡みつき、このシコシコもちもち食感の麺とネギのシャキッと食感の相性は抜群。またスープとネギとの相性もよく、これが混然一体となって楽しめちゃいます。めちゃくちゃうまい。さあ次はごまをぶっかけていきます。とりあえず今度はほうれん草をくらっていきましょう。ほうれん草をスープに漬け込みくらっていくと、これうまい。ほうれん草の旨味とこのスープとの相性も抜群。ほうれん草をもう一口くらえばライス型のチャーシューをくらうと、このチャーシューめちゃうま。炙りの香ばしさ、そして肉の食感は柔らかくめちゃくちゃうまい。もう一口パクリとチャーシューをくらっちゃいます。さあ次は唐辛子を入れていき、それをスープになじましてそれをくらっていけば、これもまたうまい。唐辛子の軽いピリ辛感がスープとの相性、麺との相性も抜群。じゃんじゃん皿にいけちゃいます。というわけで中盤から終盤にかかってくると、今度は海苔と麺を一緒にくるんでくらってみれば、海苔の豊かな磯の香りと、そして唐辛子のピリッとしたちょうどいいこのアクセント感、これらのお互いの相性がめちゃくちゃ良くてすげえうまい。てなわけで中盤から終盤にかかって麺屋キシンさんのこの濃厚魚介豚骨つけ麺にドハマりし、没入しながらじゃんじゃん食らっていきます。豚骨と魚介のバランスと相性が良く、深みのあるコクと旨味が強めのコシ感のある極太麺としっかり最後まで絡み合い、最後の一口の麺をすれば次は追い飯。さあ追い飯はこんな感じ。白飯と炙りチーズ、海苔、これらをスープに入れていきましょう。ご飯、チーズ、そしてチャーシュー、味玉、海苔を入れていきます。それらを食らいます。この追い飯超うまい。スープとご飯との相性が、魚介豚骨と炙りチーズの相性が意外といい感じでいけちゃいます。もうかなりお腹いっぱいなんですけど、この追い飯がうまくてお腹いっぱいっていうのを忘れるぐらいじゃんじゃん食らっていきます。そんな麺屋キシンさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。宮崎と鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。さあ最後はこちらの味玉を食らっていけば、半熟具合がめちゃくちゃいい感じ、ぶわっと黄身が溢れ出してきます。さあ今回もこれで会員完食です。店長をはじめ女性スタッフがお店を切り盛りしているので、女性のお客様やお子様連れのお客様でも
気楽に食べに来ていただけるようなお店作り、毎日でも食べたくなるラーメン作りを日々頑張っていますとのことでした。わっぜうまかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで麺屋キシンさんに来て、食べさせていただきました。めっちゃうまかったです。はい、もうね、麺がすごいですね。あの本当にコシがあるというよりコシが強い麺、これがね本当噛めばすっごい粘りがある麺でした。そしてそれに合わせたつけ汁もこれも動物系の旨味がすっごい濃厚で、かといってしつこくなく、さらにそこに合わせた魚介もですね、しっかり魚介の風味もさせつつ、最後までねこう飽きさせない感じの魚介、この豚骨と魚介のバランスがめちゃくちゃ良くて、そして麺との相性もすごく良かったです。本当ね、全体的にこうバランスがあって一体感のある旨味でしたね。そして最後の追い飯も、あれもチーズを入れて食べさせてもらったんですけども、あのスープとチーズの相性も良くて、本当にね全体的に本当最後まで楽しんで食べれるようなあのつけ麺でした。都城市にねそんなにこうつけ麺文化がないからこのお店始めたんだっていう、まあ、社長さんの気持ちっていうのがですねすごく伝わるような美味しい一杯でした。はい、ぜひともね都城市に来られた際は、岸井さんのね旅に来ていただければなと思います。それではまた。